はい、こんにちは。ウィンマンズの小池です。ウィンマンズチャンネルではですね、ガレージあるキングバイヤーで販売中の中古車車両を随時アップしております。その期間をですね、販売店ならではの情報を2日に1遍でアップしておりますので、最後までご視聴の上、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。今日はですね、はい、見てください。ガレージある本店に来ております。結構日が暮れですね、真っ暗になっちゃったんですが、今回ですねご紹介したい車はこちらです。はい、 RX8 ですね。これね、実はね、入ってきたばっかりでまだ何の情報もですねアップしておりません。だから、新品ほやほや、ですね、情報としてはですねほやほやの、情報をですねお伝えしていきたいと思いますんで、ちょっとの時間ですがよろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、こちらがですね平成16年式の車ですね。16年の2月登録です。グレードがタイプ S になりますね。6速ミッションですね。6速ミッション、色がパールですね。修復はなしの車です。はい、かなりね、メガロが入ってますよね。状態で、ね、これね事故なくて、傷とかもほんのちょこちょこっとあるぐらいなんですよね。で、内容的にもそんなにいじってる車じゃないんですよ。まあエアロは入ってるんですけど、マフラーも入ってるのかな。本当にそれぐらいアルミホイールが入ってぐらいなので、かなりね状態はいいと思います。今 RX8 は結構ね、商工会とかでもかなり盛り上がってる車になってますんで、これからまだまだですね楽しめる車だと思います。はい、事故ないんでちょっとねじっくりと見ていきましょう。はい、ここね、ここがちょっとね、右のドア、これ結構、これなんだろう、なんか垂らしちゃったのかな。一応タッチペンっぽいのでポツポツポツと修正はしてあるみたいなんですけど、ちょっとここがね気になるところだな一番。もうこの見てください、これギラギラなパール、最高でしょこれ。はい、で一応ボンネットはエアロボンネットが入ってるんですね。これダクトがこう3つ4つ開いてるやつで、一応ここの部分を多分浮かしてる感じですね、エアを逃がすために。あ、ちょっとねワイパーがちょっとこれね、ちょっとサビが入っちゃってますね。ここら辺外してね磨いて、艶消しブラックシューってのを仕上げるのもいいかもしれない。ほら、新規入庫車、まだまだね何にも洗車したばっかりなのかな。はい、でこれがアルミホイールです。右の前ですよね。はい、これワークのホイールでピカピカに光ってます。でね、これちょこっとここ傷があるかな、ちょっとガリッという傷がありますね。ここら辺は大丈夫なんだけど、ちょっとね、右の前の方いる傷があります。はい、ディレッツァのタイヤ履いてますね。でサイズがダンロップディレッツァ、235-40R18 です。235-40R18。タイヤの溝はね、ゴブ山かな、ゴブ山、ひび割れはないし、まだ全然走れると思います。はい、これね、アイラインですね、カバーかかってます。これがマツダスピードのエアロだそうですね、これ。はい、綺麗に塗られて、これね、傷がね、ほんとき、残って。だよね、乗ったばっかりじゃないのっていうぐらいの仕上がりですね。でこちらが左の前のホイールです。ワークのエモーションね、ここもね、ここちょっとガリ傷がありますね。ここガリ傷があるかな。タイヤの溝は同じぐらいかな、ゴブ山で。ここ見てください、ここがね塗装がちょっと剥がれちゃってますね、これね。
ここはねちょっと擦れてるんですけど、これね磨けば落ちると思いますね、うん、でここねサイドステップもこれマツダスピードのサイドステップが入ってるんですけど、ここら辺はい、でここの部分ね、あのドアのねここのサビがここに、映っちゃってるって感じですかね、はい、でこれがね左の後ろのホイールになります。こっちはね結構大きくガリッとガリ傷がね結構こっからここまであって、この下にもねちょっとガリ傷がありますね。これちょっと痛いね、いいホイールなのに残念ですね。はい、でこれがこれリアバンパー、この下の部分ですね、これがねちょっとメーカー今わからないんですけど、車外のバンパーが入ってます。このリアのリップっていうんですかね。でマフラーは車外のマフラーが入ってるんです。このメーカーがちょっとわからないね。あ、足回りテインのジャコチョが入ってるね、足回りはね。マフラーも車外のが入ってますね。はい、おこれねライトね LED に変えてますね、両方、まあ、こっちも変えてますね。はい、で先ほど言ったテールですね、はい、一応 LED で全部光ってますね。ボディは本当綺麗です、めちゃめちゃ綺麗。ルーフもねだいぶ綺麗、何も傷がないです、綺麗ですね。はい、そしてね RX8 のドアですね、特徴ね、このドアなんですけど、運転席はこうやって開きます。それでこの後ろのドア、これに関してここに取っ手があって、こっからこういう感じで開く観音開き式になってますね。はい、で横のサイドのねこのピラーがないんですけど、ピラーはねこのドアの中にがっつりでっかいのがこう入ってるんですよ、うん、でこんな感じの作りになっております。はい、そしてですねシートはこの純正シートですね、これが純正シート、結構もう純正なんですけど、もうバケットシートに近いぐらいなこの奥行きとですね、このホールドするところがね盛り上がってるんで、すごいね体はきちっとホールドされますね。で一応手動式のこれレバーになってますね。で見てください、これねラビックス、これがねまた定番で、これをでこれをガチャッと、一応ももの方がついてるけど、ステアリングは実際どこのステアリングかちょっと分かんないね。はい、こちらがですね室内になります。で注目すべきポイントがねここ、はい見てください、ここですね、こことここもそうです。ここはちょっと真っ白なんだけど、ここね、ここと左右のピラーですね、ここがね大理石調の転写かなんかだと思うんですけどね、塗装じゃなくてフィルムをペタッと貼り付けるようなやつで仕上げてあるんですね、ここに。はい、これがイグニッションオンです。はい、走行距離が 92,185 km になってますね。はい、でこちらが、ウォーターテンプ、水温計になってますね。でナビゲーションです、フルセグが入ってますね、フルセグで、はい、これ一応バックカメラも備え付き。はい、でこれがですねバックカメラは、あ、こうなってバックカメラもついております。はい、 H パターンの6速ですね、
リアはバックはですね押して右の下ですね。はい、これがボックスになって、あと、はい、ここにね ETC がついております。はい、こちらに ETC がついております。で、RX8 定番のですね助手席のこのエアバッグのカバーですね、これはねもうがっつりひびが入ってますね。これも変えていただくような感じの方がいいかなと思いますね。これ今本店で結構大量に仕入れてるみたいなんで、あとはね要相談ですね。で、一応ねこれ注目、これまたここにこれ LED のブルーのライトがね入ってますよね。で、これ見てください、ここもブルーで光ってるんですね。 LED で光ってるみたいですね。はい、トランクルーム見てみましょう。これがねトランクルームです。トランクルームはもう本当変哲もない、綺麗ですね。で、一応タイヤパンク修理セットがここについております。はい、じゃあ後ろのシートはね実際どんな感じなのかと言いますと、今これ結構後ろに下げてるんですけど、下げた状態でもこんな感じ。はい、じゃあ注目のねロータリーエンジンをねちょっと見てみましょう。じゃーんと、はい、こちらがエンジンルームです。はい、これがね RB のエンジン、もうコンパクトですよね。エンジンはねエンジンとてもちっちゃいと思います。はい、で一応このエンジンルーム内でいじってるようなものって本当に、ないんじゃないかな。一応車庫帳が変わってんのは見えてますけど、他は特にそんなにいじってる車じゃないですね、エンジンルーム内は。はい、やっぱりあの普通のレスプレエンジンとはちょっとこう違いますね、こう隙間の多さと、まあ、コンパクト、エンジン自体はコンパクトなんで、ツーローターですね、ツーローター。こっちから見るとこんなちっちゃいんです。あそこにねオイルエレメントがありますね。こうですね、あそこにオイルエレメントが見えると思います。で、あそこはもうミッションになるんで、この下がねエンジンですね。このブルーのコードはプラグコードになってるんですよ。はい、こんな感じですね。はい、そうしたらですね、今回ですねちょっと駆け足で RX8 をですね本店で見てきたんですけど、見てください、もう入庫してまだほやほやの車です。ウェブ上にまだ今現在では載ってませんので、先に YouTube が出るかこっちが出るかちょっと分かりませんけど、まずね事故なし、状態はめちゃくちゃいいんで、まあホイールとかちょっと傷はあるんですけど、外装とか本当に仕上がってますんで、ぜひ気になった方はガレージある本店まで連絡ください。これはもうこちらですね、048-812-2221、 048-812-2221、 よろしくお願いします。それでは。